はいどうも、百鬼です。今回ダイソーに行ってきました。今日気になった商品こちらになります。雷ガード安全タップ。こちらどちらもね、価格は220円の商品になってまして、雷ガードっていうのがねついてる、雷による過電圧を止めるというガードがついてるんですけど、こっちがねエコラ事業部さんの商品、こっちはダイソーさんの商品ということで、2種類売ってたんですよね。で、まあ、値段も一緒なんで、2種類あって、見た目も一緒なんですけど、まあ、何が違うのかなっていうのがちょっと気になったんで、まあ、多分ね、物は一緒だと思うんですけど、そのあたりのね、違いだけをね、ちょっと確認してみようと思って、今回はこの2つ買ってみたので、ご紹介します。エコラ事業部さんの方、こちらのね、パッケージから見ると、まあ、安全タップ、合計使用量 1500W まで、絶縁カバー付きとなってます。で、3個口ですね。1、2、3と。口は3個ついている形になります。で、ここかな？雷ガードというか、過電圧かかった時に、こうランプがついて、まあ、カットしてくれるみたいです。はい。で、こっち、雷サージっていうのをね、こっちも止めるという形になってまして、まあ、これも同じですね。絶縁カバーはついてるし、3個口。で、合計は 1500W までということなんで、両方ともね、機能は一緒でした。じゃあ、ちょっと見た目が違うっていうことだと思うんで、どちらもね、開けてみようと思います。シャッキリ。こちら2つ商品の方ね、見比べてみますと、こちら後ろにあります。株式会社ラティーノとありますので、こっちがエコラ事業部の商品。で、こっち、最大15アンペアまでという記載があるこちらね。こちらないんですけど、こっちがダイソーの商品になります。はい、後ろにダイソー産業と書いてあります。コンセントの方は、作りは一緒です。で、大体のタップ自体の作りもほぼ一緒かなって感じなんですけど、なんか若干色が違うのかなっていうぐらいですね。作り自体はそもそも一緒でっていう感じです。ただね、これまあ、雷ガードね、本当に効くのかっていうのが、正直ね、過電流なんて流す道具ないんで、まあこれはね、ちょっと申し訳ないですね。試すことができない。うん。なので今回は本当もう見た目の違いだけって感じです。うん。まああとは、そうですね、このネジ外してね、分解するぐらいしか違いの比較はできないんですけど、とりあえずまあ一回ちょっとせっかくなんでネジ外してみます。はい。じゃあちょっとね、ネジ外してみますね。はい。こっちがラティーノさんのやつね。で、こっちがダイソーのやつ。中見比べてもね、やっぱ一緒ですね。若干、この雷ガードっていうやつのコンデンサーとかが若干違うのかな。そんな感じですね。うん、ここのね、この部分の作りが若干違うだけかな。はい。こっちはちょっと下目についてますね。血は、ああ、でもね、これが、ラティーノのやつは、この変な話、基板というんですかね、機械はこれだけがついてます。うん、で、ダイソーの方を見ると、ここにね、コンデンサーがもう一個ついてるっていう感じですね。うん、このなんか違いが多少あります。だからこっち、ダイソーの方が、なんかパーツが多い感じです。で、あとまあ若干のね、中身の作りとかがそれぞれ違う感じですね。うん、見た目のサイズ感はね、どれも一緒だったんですが、はい、中身がちょっと違いがあります。という、まあこういった感じですね。うん、あとはね、そんな一緒ですよ。まあでも、ダイソーのがしっかりしてる、逆に言うと。うん、ちょっとこのラティーノのやつは、ちょっとこの辺パーツとかもね、結構グラグラしてる感じは受けます。ちょっと意外でしたね。てっきり中も一緒だと思ってたんですけど、ちょっと若干の違いはありました。ケースでも一緒の位置に思ったんですけどね。ここを見たら。あ、でも若干サイズが違うわ。もう違う。ということで、ちょっと元に戻しますね。ネジもね、ラティーノのやつは、こういうちょっとネジに。ちょっとネジの種類が違いましたね。という感じで、まあネジを戻しておきます。サイズの方をちょっと見比べてみましょうか。まずは、このラティーノのやつね。ラティーノの方は、
まあ、まずは横幅が一番広いところでね、横幅 45.3 で、42の 24.8。 一方ダイソーの方は、一番広いところで行くと 42.3 の、どっちも 42.1 ですね。で、幅が24。若干ラティーノの方が、この幅が広いんですね。少し。ね、こう45あるでしょ。こっちの向きの幅が、ダイソーのは同じ42なんですよ。どっちも大体ね。うん、ちょっとラティーノの方が、ダイソーはだいたい正方形なんですけど、若干ラティーノの方が長方形型ですね。あとはね、多分大きさ、重さも変わらないような気はするんですが、どうかな。まずはラティーノの方が 32g。はい、ダイソーが40g と、ダイソーの方が重いですね。やっぱあのコンデンサーみたいなのがね、1個余分についてたんで、その分ちょっと重量もダイソーの方が重いです。と、まあ意外な違いがね、少しあったのにはちょっとびっくりでしたね。てっきりラティーノさんのものとか、まあダイソーのもの、同じだと思ってたんですけど、比べてみると、ちょっとした違いがありました。まああとはこのね、雷ガードがチェックできたらよかったんですが、これはさすがに、はい、その時にならないとチェックはできないんですが、まあ一応こういうね、機能がついたタップなので、そのあたりは使えるのかなぐらいですね。で、こちらね、基本雷による 4500V 以下の瞬時電圧から保護しますという記載があります。雷サージ及び電源ラインサージを吸収し、接続機器を守ります。一度雷を受けると正常に機能しなくなる場合があります。作動中は雷サージ表示ランプが点灯します。ということなんで、こういう感じでね、使ってるとここ赤いランプがつくっていう。はい、抜くと消える。これはどっちも同じ。はい、機能になってます。これがついてると、一応そういう雷サージがね、機能してますよという、案内らしいです。という感じですんで、まあ、おそらくね、機能は問題ないと思うんですけども、ちょっとなんでしょう。変にね、パーツが1個多かった分、ダイソーの方がいいのかなというふうな気にはなる商品かなと思います。一応ね、こちら、ラティーノさんのこっちの電源タップは、こちらですね、ジャンコード。こちらになります。一応、警告として、低核電流 15A 以下でも急激に消費電力が上昇する製品には使用しないでくださいということで、ヒーター、エアコン、こたつ、電気カーペット、レンジ、食洗機、ホットプレート、ドライヤー、ポット、電磁調理器などその他多数ということで、まあまあ、あまりね、そういったタコ足使う場合には、はい、気をつけてくださいということです。はい、で、こっち、ダイソーの方は、こちらですね、ジャンコード。こちらも一応、まあ、最大サージ電圧 4500V。制限電圧は 220V となっております。タコ足配線はやめてくださいねっていうことですね。製品仕様としては、まあ、低核電圧 125V、低核電流 15A の合計使用量は 1500W までとなってます。ということで、こちらね、ちょっと2種類ダイソーの方行ったら並んでた雷ガード付きのタップ、3個口のやつね。まあ同じかと思いきや、ね、ほんのちょっとですけど違いがありましたので、まあこのあたり参考にしていただいて、どちらを選ぶかは、判断していただいたらいいかなと思います。正直僕にはわからないです。こちらね、一応まあ、雷ガード。まあ、なんでしょう、タップ電源タップで検索したら出てくるのかな。そのあたり、ちょっと確認してみてください。はい、ということで今回はこの辺で。また気になる商品見つけたら紹介したいと思います。それでは。